ニエスロビーでの戦いでルフィたちはゾロとサンジを連れ戻し、ついに麦わらの一味は再び集結した。戦場から逃亡したティーチの行方を麦わら白ひげ連合は懸命に追ったが、まだ直接対決する気のないティーチは巧みに姿をくらました。ルフィたちの追跡が空回りする一方で、黒ひげ連合の動きは衰えることはなかった。巨大化した兵力は海軍全兵力をも上回り、この世界で最大規模の勢力となる。その圧倒的な兵力を率い、海軍科学部隊の拠点を吸収した黒ひげ連合は、戦闘丸をダイヤルの力で支配し、彼に命じて人間兵器パシフィスタをも意のままに動かすことに成功した。この深刻な事態を収拾すべく、海軍本部は大将キザルとガープを現場に急行させた。その緊迫する戦場にティーチの行方を追う麦わら白ひげ連合も居合わせる。ありゃエネルじゃねえか。あいつも黒ひげと組んでるんだったな。海軍と戦ってるみてえだが、パシフィスタが海兵を襲ってやがる。どうなってるんだ。おそらくパシフィスタの指揮官をダイヤルで操っちまったってとこか。見ろ、ルフィのじいちゃんもいるぞ。操られてはいねえみてえだから、海軍を助けに来たんだな。おめえら、いつまでも高みの見物はしてられねえぞ。戦場は目の前、素通りしちゃあもったいねえ。だが黒ひげ連合も海軍も俺たちにとっちゃどっちも敵だぞ。今脅威なのは黒ひげ連合の成長の速さだ。見つけた以上は片っ端から潰しとくべきだろうぜ。奴らの背後を取って海軍と強撃と行こうじゃねえか。海軍が俺たちと連携してくれるとは思えねえが。そこは賭けだが、劣勢なのは海軍だ。うまくすりゃ海軍に恩を売れるだろうぜ。よし、迷惑かけちまった分ここで返してやる。強え敵は任せろ。片っ端から俺が蹴る。マリモは引っ込んどろ。敵は片っ端から俺が蹴り飛ばしてやるぜ。うらららららら、小僧ども張り切ってるじゃねえか。海軍と話すのは敵の背後を取っちまってからだ。黒ひげ連合の度肝を抜いてやれ。海賊に挟まれちまったか。いつの間に手を組んだんだ。海軍と手を組めりゃ黒ひげ連合との戦いが楽になる。ここで恩を売っとこうぜ。まずは海軍に連携の話をしねえとな。俺はキザルんとこに行ってくるぜ。壁に決めるぜ。本拠地の守りはこの俺に任せとけ。ザルがやられりゃ海兵を動かせねえが、まあそう簡単にやられる玉じゃねえか。マリーナマヨ攻撃してくると
思ったのに、動いたのは海賊だけだ。ついって海軍と連携取れてねえな。ちんとまいや、先に海賊どもを叩き潰すぞ。派手に死ね。タクシーマニーだ。狙いをこっちに絞ったか。少しは分かってるじゃねえか。今まで操られてたかと思ったら、クソ悪いぜ。一寸ばらしさせてもらわねえとな。マリーナマヨー、マリーナマヨだね。
やった。おお、戦闘丸くん見つけたよ。やってやる。この様子じゃもう使い物にならんだね。おじきか。やってやる。それ以上は進ません。壁に決めるぜ。ダメだ。ダメです。役所で進軍が止まっています。野郎ども、今だ。戦闘丸めがけて進撃するぞ。真似をするじゃないか。パシフィスタよ、我が力で蘇り人間どもを焼き尽くすのだ。雷でパシフィスタを動かしやがったのか。面白いことをしやがる。驚くのはまだ早いぞ。パシフィスタが連携しだすと厄介だ。今のうちに一匹ずつ潰しとけ。見て驚け。俺様こそが無双の大海賊技術のバーキン様だ。アベリッシュタクシーマギーだ。困ったね。軽い気持ちで来たのにね。
ここまで追い込まれるとは、わしも衰えたか。お、すまんの。派手に決めるぜ、アラバラフェスだ。神に立てつくとは不届き。天罰を与えてやろう。阿部に死ね。作戦負けだ。阿部に決めるぜ、バラバラフェスだ。私の力で何度でも蘇る。阿部に死ねえ。完了完了。目標を確認。存外力を消耗するものだな。やってやるよ。手を貸せ、バギー玉。ここまでにしておいてやる。私は神のあるべき場所に帰ろう。近頃は生意気な小僧がいたもんだ。海賊と同感だ。世もそうじゃな。え？ふう、困ったね。海軍と海賊が意気投合しちゃいかんでしょう。
かねえな。海賊の諸君、君らの協力には感謝するよ。だがこれだけの賞金首を目の前にしてほっとくわけにもいかんよね。もちろん君も例外じゃないよ。スモーカー元中将。てめえ。プル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 。おお、本部から連絡が入ったようだね。ちょっと待ってくれるかい。もしもし、こちらキザル。おお、そうかい。ま、政府の意向なら仕方ないよね。了解。ガチャ。どうした？本部が何じゃ？当面は黒ひげ連合の打倒が最優先。麦わら白ひげの連中とは一時休戦せよだそうです。海軍を海賊と組ませるとは、政府もいよいよ切羽詰まってきよったな。そんなことを大声で言わんでくださいよ。そういうことで、海賊の諸君、後で正式に海軍本部から話が行くと思うけどね、今回はお咎めなしってことでいいよ。あともう一つ、スモーカー中将。ああ、君と君の部隊に対する処分だがね、もう無効になったらしいよ。海軍に戻れるのか。よかったな、スモーカー。ダイヤルの力が周知のことになった今、海軍本部もお前ほどの男を海賊にしとくのが惜しくなったんじゃろう。勝手なもんだ。ルフィ、お前らと戦わずに済む名目ができたから、わしも一緒に行ってやろう。じいちゃんが？海軍もお前らと争っている場合ではないとようやく自覚したようじゃからな。おめえが見ても今のティーチを脅威と見るか。黒ひげ連合の成長を放置すれば、いずれ世界が飲まれる。すでに奴らは海軍を襲って余りあるほどの戦力を得ておる。お前らとの連携なくしては太刀打ちできんじゃろう。同感だが、まさかおめえと組む日が来るとはな。長く生きてみるもんだ。まさに世も末といったところじゃな。スモーカー、お前もわしと来るんじゃろ。もちろん。この一件の行く末、見届けてえんで。長年海兵をやってきたわしでも、この先は読めん。ルフィ、覚悟はできてるんじゃろうな。もちろんだ。俺は負けねえ。ならばわしもできる限りの手は貸そう。白ひげよ、わしらは老いたが、まだできることはあるじゃろ。一時じゃが、共に戦わせてもらうぞ。ああ、このイカれた時代に決着をつけて、ガキどもの世代につないでやろうじゃねえか。